高知市春野町にある森剛のいちご農園です。15年ほど前から農家の森剛さんが 14R のハウスで4種類およそ1万株のいちごを栽培しています。今シーズンは気温が高く、苗の植え付けが遅れた影響で例年より2週間ほど遅い先月上旬から収穫が始まりました。先月23日、高知市に大雪が降りましたが、ハウスに影響はなく、出来は上々だということです。こちらの農園のいちごの一番の特徴は、なんといってもそのサイズ。水をしっかり与えることでいちごが大きくなるそうです。わ、すごいずっしりしてます。もう分厚いですね、実が。一般的ないちごの重さはおよそ 11g。 一方、こちらの農園で今日収穫したいちごの中で一番大きいものはその6倍の 67g と重量級。重い。はい、森さんによりますと、これまでで一番大きかったものは7年前に収穫したもので、その重さはなんと 239g でした。なんかイチゴって大きくなるとこんな形になっちゃうんですね。はい、なんかかぼちゃみたい、ね、イチゴに見えませんよね。大きさもさることながら、気になるのはそのお味。一般的なものよりも大きいため、食べ進めるほど違う味わいが楽しめるのが売りなんだそうです。うん、甘さが変わりますね。大きいんですけど硬くなく、柔らかすぎることもなくて、強い甘さがあってすごく美味しいです。その年の葉の様子や実のつき方を見て、与える肥料などを変えることで、大きさだけでなく味も一流のいちごに仕上がっています。うちに買いに来てくれたお母さんが、うちの子供がいちごが泣くほど嫌いでって、ただあんたんちのいちごは一人でパックを奪い取って食べてくれたっていうことがありまして、あ、やっぱりいいもん作っていかんと、自分が親になった時に自分の子供に食べさせてあげたいっていうもんがなくなってくると思うんで、おいしいって思ってもらえるもん作っていきたいと思ってます。森剛のいちご農園で収穫されたいちごは、土佐山田ショッピングセンターで5月いっぱい購入できるということです。